マルセル・ヒルシャーは、オーストリア、ザルツブルク州アンドゥン出身の元アルペンスキー選手。2007年3月、18歳で、ワールドカップにデビュー。2010年バンクーバーオリンピックでは、回転で4位、大回転で5位に入賞。2009年の世界選手権では、大回転で4位となるが、2011年の世界選手権の直前に足首を骨折し、そのまま2010、 2011年シーズンを棒に振る。怪我から復帰した2011、2012年シーズンは彼にとって大きな飛躍のシーズンとなった。ワールドカップでは回転と大回転の技術系種目で合計9回優勝し、すべてのレースで表彰台に上った。同シーズンの総合優勝も果たし、種目別では大回転で優勝、回転では3位に入った。二千十二 2013年シーズンも6勝を挙げ、2年連続の総合優勝を果たす。同シーズンも技術系種目で19戦中18回表彰台に上り、回転では種目別優勝、大回転でも2位となった。2014年ソチオリンピックでは大回転で4位、回転で銀メダルに終わった。ワールドカップでは5勝を挙げて、総合3連覇、回転、大回転ともに、 種目別優勝を飾った。2014、2015年シーズンも技術系種目の第一人者としてその強さを発揮し、男子では史上初の総合4連覇を達成、回転、大回転ともに種目別優勝を果たすとともに、2015年アルペンスキー世界選手権ではアルペン複合と団体で金メダル、大回転で銀メダルを獲得した。2015、 2016年シーズンもワールドカップで8勝を挙げる活躍で総合5連覇を達成した。5度の総合優勝はマーク・ジラールデリに並ぶ史上最多タイ。2016-2017年シーズンはアルペンスキー世界選手権ではアルペン複合で銀メダル回転と大回転で金メダルを獲得した。3月4日のスロベニア・クランスカゴーラでの大回転。 第8戦で優勝した結果、総合6連覇が確定し、3年連続4度目の大回転種目別優勝も確定した。続いて、翌3月5日に、同地で行われた回転第10戦では、表彰台を逃す4位に終わったが、2年ぶり4度目の回転種目別優勝が確定した。2017、2018年シーズンは、8月に練習中に、 左足首を骨折した。10月末のワールドカップ開幕戦の欠場を余儀なくされたが、天候不良により大会は中止。実質開幕戦となった11月12日の開転、第1戦には間に合ったが、結果は振るわず17位に終わった。2018年ピョンチャンオリンピックでは複合で初めてオリンピックの金メダルを獲得し、次に出場した大回転でも、 金メダルを獲得した。三つ目の金メダルを狙った回転では一回目途中、危険に終わった。3月3日のスロベニア・クランスカゴーラでの大回転、第7戦で優勝した結果、4年連続5度目の大回転種目別優勝が確定した。続いて、翌3月4日に、同地で行われた回転第11戦でも優勝し、2年連続5度目の 回転し目別優勝が確定した。3月15日のスウェーデンオーレでのスーパー、大回転第7戦に出場して10位に入ったが、この試合に総合第2位のクリストファー戦が出場せず、今期のワールドカップの個人戦残り2試合で逆転が不可能になったので総合7連覇が確定した。7度の総合優勝は男女通じて、史上初。 男女混合団体を挟んで3月17日に同地で行われた大回転第8戦で優勝した結果、今期の優勝回数は13となり、ステンマルクとヘルマンマイヤーの男子ワールドカップ年間最多優勝回数に並び、翌日の今期最終戦である回転第12戦での記録更新が期待されたが、強風のため同日開催予定だった。 女子大回転第9戦ともども試合前中止となった。2018、2019年シーズンはワールドカップで総合8連覇を達成。シーズン9勝、種目別優勝は5年連続6度目の大回転と3年連続6度目の回転でそれぞれ達成。アルタバディアの大回転で2位に2秒53という大差で圧勝したレースもあった。 2019年アルペンスキー世界選手権では大回転で銀メダル、回転で金メダルを獲得した。2019年9月現役引退を発表。ヒルシャーは勝っている間にやめたかった。引退は2週間前に決めた。健康なままで現役を得ることができて幸せに思う。と記者会見で語っている。ありがとうございます。